考えちゃう。確かに。30%、40%ぐらい入ってますね。うん、ね、普通の中の色がね、ちょっと薄いよね。うんうん、もうちょっと赤みがあってもいいんですけどね。まあ、年齢的なものもあるかもしれないけど、貧血。で、そのはまあ、そうですね、40%ぐらい入ってて、お腹はへこんでる。はい、じゃあこの戦争車両をちょっと血流通知を一本やってみます。さあ、うんちの数は一緒ぐらいですか？はい。30から35ぐらい。大体それくらいです。はい。お家での体重はどれぐらいです？お家だと朝起きたてが 28.5 とか7とか、はい、夜が29とか30とか。え、じゃあ測り間違えても30と違ったけど。で、A は2回ですね。はい。で、B は2日に1回の夜です。そうですね。ちょっと先週、今週、先週超えなかったんで、ちょっとお薬、1回飲んでないんですけど。あ、そうだ。ちょっとありました。まあ、で1週間で止めたんですよね、薬。あ、そうです、それは止めてて、うん、そうね、飲んでもらった方がいいと思うから、またじゃあ今日のあの B の方の薬は今日の夜から始めてください、はい、で夜の方がいいかなと思うので、偶数日で、はい、A の薬はまあ、あの朝までね、もう今日からやってもらっていいんですけどね、はい。飲んでる時と飲んでない時と様子は変わりはなかった？特に変わりはなかったなかったかなって思うんですけど、はい、まあただこの体の中で秘めてるものはね、うん、まあ、とにかくお腹が膨らんじゃって薄いが溜まったみたいな感じですね、抜けたわけなんで、うんうん、薄いが溜まる要因って肝臓が悪くて溜まったのもするし、そうなると相当具合が悪いし、うん、腫瘍かもしれないし、なんとも言えない。ちょうど心臓のサイズもでかいんでね、まあ、それでちょっと心臓、肝臓、腎臓機能を高める薬でと抗腫瘍効果のある痛み止め、食欲増進作用のあるステロイドを使わさせてもらって、まあ、量はちょっと2週間単位で減らすと。で今回は、まあ、2日に出した量でお出しします。今日はそのさっき体重測って31g だったけど、お腹とか特に膨らんじゃないですもんね。うん、ただここにご飯はいつもよりちょっと多かったような気がする。お家帰ってまた測ってみてください。まあ測りによって多少誤差は出ますんでね。そうです、ね。1g ぐらいはね。来る前に水浴びしてたんで、水もいっぱい飲んだのかもしれない。あ、でもそこまで行きたいはなかったです。そうですか。ちょっとはありましたけどちょっとはあったけど、そこまで行きたいはなかったんだけど、なるほど、なるほど、はい、うん、飲んでも液体はまあ多少はたまるけどね、割と早く流れできますので、食べ物はちょっとずつちょっとずつ流れてるかなと思います、うんうんうん、まあ、水はね、飲んだ方がいい。年齢がいくと慢性腎臓病とか肝臓病とか、やっぱり喉が渇きやすいから、そういう病気を持ってると。だから、普通の子でもたくさん飲んどかないと、そういう子が水が切れちゃうと脱水しやすいという。というところですかね。はい。はい。もう、まあ、見てさ、全然若く見えるからさ、すごいですよ。ね、もう12月で10歳じゃないですか、はい、今9歳と9ヶ月ぐらい、これは素晴らしいことですよね、うん、だから
お腹が膨らんだりとかね、しぼんでコントロールできる子の方が少ないです。申し訳ないけど、大抵もう膨らんじゃってるとなかなか厳しいんですよ。で、膨らみながら頑張ると、元に戻らない。そうですね。だけど割とこの1週間、最初の1、2週間でへこんでったからさ、すごいなとは思ってるんですけどね。だからちょうど利尿剤もそんな飲んでないですよね。おお、最初の時だけですよね。ですね。へこんでるのに飲ませることもないなと思ったんでね。そうなんです。はい、じゃあ用意しますね。はい、ありがとうございます。